ケツイド、ケツツンケイドさん。え、あ、待って、え、待って、アルストツカのパスコットじゃなくね、これ。あ、じゃあ、外国人、アルストカツカ人以外、は、録音記録。これまた難しそうだな。名前か。そっかそっか、それの名前の由来、行き方なんだ。ボゼンウェールフォーフィールド地区の、ご出身で、ご出身でやらせていただいてるっていう感じになるんですかね。入国検査です。いや、もう、捕まえます。とっち構える。これ、入国検査、回ってる。タイムトラベルによって以前の世界に移動したのではなく、新しく枝分かれした世界に我々は生きてる。もうタイムパラドックス的な話やだ。いろいろあるよね。枝分かれした世界線に進んでしまった時点で、枝分かれ元の世界が枝分かれ後の世界を元にした情報に修正されるから、枝分かれ元の世界線が枝たちみたいになってもう存在しなくなるみたいな、戻れなくなる系のタイムパラドックスと、そういうわけではなくて、あくまでアルファという基本の軸があり、アルファプラスみたいな世界線が分かれるにしすぎないから、過去には一本で戻れるとか収束するとかみたいな、もう何でもいいです。よろしくー。花見たまんまだとかもいらんぞ。え花見た、え、ほな皆さん、また今度お会いしましょう。心に積む甘みや小小屋にじさんで所属へ死んで忘れやのよ。とかもいらんぞ。え、じゃ、なんかベロがさ、今日2回も発信したから、ベロがベロベロになっちゃった。酔っ払っちゃったが、酔っぱっちゃった。酔っぱだ。ベロ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 。ヘロコンクリート納品になります。黒コンです。まあ、これコンクリートパウダーだよね、はい、あ、注文と違うんだけど。パウダーからって何個でできる？全然。あの、パウダーはまんまいで。水につけるだけ。すみません、作業が間に合わなくて。だから小さいところに任せたくなかった。すみません、厳しい。先ほど、イカスミの納品がギリギリで、あの、作業主のせいにする。こういう時に言い訳をするとさ。いや、それはみんなで作ろう、コンクリートワクワクキットやないか。何それ、こういうこと。お客様が発注したのはみんなで作ろうワクワクコンクリートキットなんです。だからコンクリートブロックじゃなくてコンクリートパウダーで合ってるんです。壊れちゃった。急に参戦してきた。しかもなんか一番言ってること分かんなくて怖い。やばい、お客さんはこうやって倒すのが一番いいから。続きまして、何これ、メール22通中20通がフルーツジュース抽出中さんからいただきました。生活リズムを整えること。一人暮らしとかしだつと、もう今日、なんで今日こんなさ、喉がね、悪いだけじゃなくて、なんで今日こんな滑舌悪いの、いつもの3分の1。生活リズムを整える。一人暮らしとかしだすと、ついつい夜型になっちゃうから、ちゃんと朝型にしておいた方がいいよ。仕事に就いたりしたら朝に弱いと結構辛いよ。クソかよ。こんばんは、メロコさん。ところでメロコさんは早口言葉ってお得意ですか？配信で言ってくださる方は少ないので聞いてみたいです。参りましょう。生ナマズ、生ナマコ、生ナメコ、生ナマズ、生ナマコ、生ナメコ、生ナマズ、生ナマ、生グミ、生ゴメ、生ナマ、ナメナメ星人、トリプルサルコ、アクセルトーループ。誰が読めるんですかこれ。こういう手のゲームってね、ゴールと見せかけて実はまだありましたみたいなのあるから、このゲームがどれぐらい意地悪なのかによる。疲れた。制作者さんがどれぐらい意地悪なのかによるけど、でも初見殺しがないからきっとゴールのはず。ゴールしたい。え、待って、わかった。イム、ここ制作者、いや、制作者が、あの、北斎のとこだきっと。よし、終わりにしよう。もう店、脳が働いてないので今日はこれで終わりにします。あのね、試験とか入試とかいろいろある人、あと年末に向かって仕事が佳境に差し掛かってきてて、佳境の兆しを感じ始めてる人、そしてお家で自宅を警備しなきゃいけない人、いろんな人いると思いますけれども、今日は一緒にたくましく生きていきましょう。というわけで、日曜日所属バーチャルライブ店屋さんでした。めちゃめちゃ口が回ってびっくりしてる。すごい滑舌が止まらない。この時は切り枝の竹中でもほら言えませんでした。何も言えません。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。青むんだ、なむ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 、青巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、きまきがまきまきまき、バイバーイ。おつまみでした。バイバーイ。
収入ま女の子には収入っていうタクもあんの？ちなみにさ、僕の収入知らないと思うけど、イメージで言うと僕の収入あ収入僕は別に僕は別に天才とかじゃないぞ。実際何桁？50億持った？バレたか？さすがにバレたか？もう大変だわ、廊下歩くのも。でもだいぶ、意識はしっかりしてるから、もう失言も絶対しないから安心してほしい。酔っ払って、ダロンデロンになっちゃうこともあるかもしれないけど、でもね、もう配信のアーカイブがね、もう問題になるのは失言も絶対にしないから安心してほしい。ダンジョン飯もいいね。ああ、ダンジョン飯はね、見た。おもろいねや、あれ。ダンジョン内にいるモンスターを調理して食べるっていう奇抜な作品なんですよね。それは誰かに頼まったりとかそういうこと？ああ、そうそう。まあ、メンバーがいて、最初初動なんでこれ説明してもいいんですけど、まあ、一人メンバーが欠けちゃうんですよ。ある理由で。その人を助けるために、まあ、期間が短い中、料理を確保しないといけないという。それで、ああ、でも料理を確保するのに時間が足りない。じゃあ、ダンジョンに潜って、そのまんまモンスター調理して食っちゃえばいいんじゃないかっていうスタート。ソロランクで発言するの怖くてあんま発言できないんだよ。あかり滑舌悪すぎて長く喋るともう一回言ってくださいって言われるから、大体滑舌悪くて聞き取ってもらえないから、喋るのは1単語ずつがいいんだよね。滑舌良くなりたい人生でした。ハキハキ喋るとどうなるの？ハキハキ喋ってんだよ、これでもう。これがだよ、ハキハキは。ずっとハキハキ喋ってるよ、アカリは。ねえ、聞いてる。さすがに聞くよ。何？アカリやったら滑舌悪いっていうよりも。それなんていうの？コツさ？コッペロ抜けてる？滑舌って読めてた。何？滑舌溶けてる。ちょっと、眠いかも。あ、てかさ、ちょっと下着の話していい？下着まあ今ってさ、もうそうそう夏、春を迎え、夏を迎えようとしてるじゃないですか。うん、下着か。下着の話していい？いいよ、下着ね。下着の話はもうマジでね、スタインズゲートってね、まあ、めっちゃおもろいんだけど、まあ、結構 D メールってのも送れるわけさ、言ったら。D メール。タイムリープとかタイムスリップとか、その、するわけじゃなくて、過去の自分にメールを送って、でも自分だけはその、世界線を、漂流できるから、そう、はいはいはい。過去の自分にメールを送って過去を変えるんだけど、そんなんできたら最強じゃんって思うじゃん。でもこの世にはバタフライエフェクトっていうのがあって、うん、そううまくもいかないんだよ。だから送った D メールのせいでどんどん世界が狂っていくんだけど、それがわかんのがちょっと9話。で、9話のエンディングに入る挿入感がめちゃめちゃいいから、そこまで一回ね、下着がなんか最初見てつまんないみたいに思ってる人は9話までとりあえず見てほしい。俺ね、下着まだ面白くないんだよね。2話らへんなんだけど、まだ。もうなんか、言っとくけど、9話まで見てないのに、言ってんのが本当にまずい。言うよ、ね。かなえさんもだからさ、自分の配信パッてさ、開かれてさ、1秒で、いや、こいつおもんないって言われて嫌じゃない？俺も嫌だもん、自分の配信1秒で、おもんないわ、俺って言われるの。